超朗報。浦和レッズの鈴木ザイオン、500万ポンド約9億2000万円でマンチェスターユナイテッド移籍へ。複数の関係者によると、鈴木ザイオンの獲得にマンチェスターユナイテッドが動いており、すでに今夏の移籍市場で正式なオファーの提示があった模様。移籍金は500万ポンドで日本円で約9億2000万円とのこと。これは J リーグから海外へ移籍した選手の中でも歴代最高額の金額となる。さらに契約の成立も間近に迫っているという。マンチェスターユナイテッドはアンダー17ワールドカップの時から鈴木を追っているとの情報もある。そして正ゴールキーパーのデヘアが契約満了で退団となる中で、カメルーン代表のゴールキーパー、オナナの獲得に動いている状況だが、鈴木にも明らかなチャンスの機会でもある。身長190センチの恵まれた体型を生かし、ユナイテッドの守護神となることを近い将来実現してくれるだろう。これ実現したらヤバいだろ、日本代表マジで最強なるやん。浦和パートナー、つまりスポンサーであるスポニチ情報でもあるからかなりガチだぞこれは。まだ20歳だし最初レンタルだとしても期待できる。20歳で海外挑戦のゴールキーパー、ついに日本もそういう時代になってきたか楽しみ。スポニチはスポンサーなだけに浦和の移籍情報ほぼ外さないからもはや確定と言ってもいいと思うこれ。きたー、ヤバすぎる。この移籍金考えると結構戦力として考えてそうな数字だよな。ザイオン絶対にファンデンサールのなるみやで日本の未来は甘えにかかっとる。